Spinner。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第27回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは決めるぞベストオブフライドポテト後編です。はい、前回に引き続きまして今回もですね、我が愛すべきフライドポテトの回でございます。高校時代のあだ名がポテトで、串にもポテトと刻印しておりますポテトこと平野咲子がですね、ファストフード店で、出会える愛すべきフライドポテトについて一つ一つをめでながら、個人的なベストオブフライドポテトを決定させていただくという、ポテト好きにとってはもう本当これ以上ない時間を今過ごしております。はい、というわけでですね、前回紹介したポテトを一旦おさらいしましょうか。前回はですね、マックフライポテト M サイズ280円、ロッテリアのフレンチフライポテト S サイズ187円、ファーストキッチンの焦がしバター醤油味ポテト M サイズ290円、バーガーキングのチリチーズフライ360円ということで、比較的細めのポテトさんたちにお越しいただいて、細細ポテト談義を、してまいりましたわけなんですけれども、今回はですね、太ポテトの欄に参りたいと思います。というわけで、今太フライドポテト様が一堂に会している絵に私は感激しているんですけれども、どんどんやっていきたいなと思います。エントリーナンバー5番、モスバーガー、モスバーガーのフレンチフライポテト S サイズ230円です。はい、こんにちは。こんにちはこういう感じの声のイメージ、私の中でモスのポテト、いや本当に太いんだよね。これはね、あのシューストリングっていう、あの今までのマックのポテトみたいな細いのに比べて太めに切ってあげたストレートカットっていう、あの切り方の名称になるんですけれども、いただきます。この死にかけの炭水化物感たまらんいやうまいっすね。説明読みますね。太切りポテトがホクホク、生命の塩と呼ばれるパタゴニアソルトを使用というわけでですねあのとにかく芋感が半端ないですね。美味しいな。そしてこの生命の塩めちゃくちゃ壮大な名前がついてるんですけれども、あのアルゼンチン南部のパタゴニア環境保護地域に5億トンの埋蔵量を誇るコロラドグランデから採集された塩らしくて、まあ、あの天日干しをして熟成させることでまろやかがキレがいいということで、今いろいろね食べている中なので、あのすごいはっきりとわかるんですけど、めちゃくちゃトゲがなくて塩がまろやかで、すごく食べやすいポテトなんだなっていうのをめちゃくちゃ実感しております。しかしね、あの私このしなしなのなんかぐしゃぐしゃの感じのポテト大好きなんですけど、揚げたてのあのザクってした感じと中のホクホク感は相当もうあの別人かなみたいな、あ人間違いかなみたいな感じで変わりますね。あの揚げたてまためっちゃ美味しくないですか。もうちょっとやけどするかなっていうレベルの揚げたてを、モスは特に揚げたてお願いしますって言うと出してくれるんですけれどもね、めちゃくちゃ美味しいですね。まあ、このモソモソの垢抜けない雰囲気もたまらないんですけれどもね。
ちなみに揚げた状態をめちゃくちゃ楽しみたいっていう揚げ好きのために、友人がですね、とんでもない裏技を利用してる話がありまして、それをちょっと皆さんにも披露したいんですけれども、オーダーの時に言ってください、1分長めで揚げてと。1分長めで揚げてって言うとですね、めちゃくちゃ横揚げのね、ちょっときつね色の香ばしい、かなり焦げ具合のいい感じのモスポテトが出てきます。普段のモスポテト結構色白なんですけど、いい感じのゴールデンモスポテト食べることができるので、ぜひ気になる方は1分長めで揚げるっていうのをやってみてほしいなと思います。でね、ポテトも好きだけど、特に私海鮮かき揚げライスバーガー大好きですね。この話前したことある気がするんですけど、食べたことない人本当ぜひ食べてほしいです。塩だれのかき揚げがライスに挟まれてるんですけどね、日本とアメリカンカルチャーの驚くべきマリアージュだなと思って、私はすごく愛していて、この間も3回くらい、週に3回くらい食べました。ちょっと頭おかしいですよね。なんでかっていうと、最近引っ越した仕事場がウーバーイーツでモスバーガーの圏内に入りまして、あ、嬉しいってなって週3くらいで頼んで食べてました。はい、次いきますね。すいません、長々話しちゃって。はい、太ポテト、次エントリーナンバー6番フレッシュネスバーガー、北海道産フライドポテト280円。ダダーン。いやー、未だかつてない重さ。重たいんち、存在感がすごいんだわ。説明読みます。じゃがいも本来の素材の味わいを生かした皮付きポテト、外はさっくり、中はホクホクの食感です。創業当時より国産じゃがいもにこだわり、北海道の契約農場で収穫した北海黄金を使用しています。ワールドスパイスをつけていろいろな味をお楽しみください。というわけで、もう貫禄が違うよね。ほんとフライドポテト界の横綱っていうオーラのこのぶっとさと皮付きのそやな感じ、いただきます。うん、土の味する、大地の味、大地に感謝。食べ比べるとダントツで甘い。芋からなす甘さがめちゃくちゃ引き出されてる。これこの北海黄金の威力なのかな、きっとそうだと思います。他のポテトがスカスカに感じるくらい芋の甘さギュインギュインきてますね。美味しいな。いや、この喉に詰まる感じもたまんないしね。この詰まり具合をね、現場では 100% オレンジジュースで流してこそのフレッシュネスバーガーですよ。はい、これはもうフライドポテトっていうか揚げ芋なんだね。もう揚げ芋と解明していただきたいほどの圧倒的芋感で迫りくる感じ。こうなんか素朴な裸の大将っていうキャラだな。いや、非常にらしさがあっていいですね。でもこれフライドポテトっていうか揚げ芋さんですね。うん、揚げ芋さんだ。これからも大好きです。いや、本当に今まで食べた中で最もポテティですね。いや、素晴らしい。はい、残るはあと2つ、どんどんいきましょう。太ポテト攻めていきたいと思います。エントリーナンバー7番、ケンタッキーフライドチキンポテト S 230円。はい、というわけで開業当時から太くて四角いケンタッキーオリジナルのフライドポテト、日本の出店は1970年3月に開催された日本万国博覧会というわけで、ファストフードの日本史を率いてきた一つの存在なんじゃないかと思います。いただきます。いやー、美味しそう。うん。あー、これフレッシュネスバーガーから来るとめちゃくちゃわかるんですけど、本当に独特の味があるね。めちゃくちゃ、なんだろう、もうおでんみたいな感じ。おでんくらい芋に出汁というかのフレーバーが染み込んでる。そしてこれが個性なんやっていう押し出し感。
や独特だね、面白い、なんか改めて面白い。でもねこれ多分一部の熱狂的なファンがいるんだろうなってことは非常にわかるんですけど、なぜならボックスポテト650円っていうのがあるんですよ。この独特なねポテトの味をボックスで味わいたいという猛者がいるということはね、やっぱりこう局所的にめちゃくちゃなファンがいるんじゃないかということで、あのケンタッキーのフライドポテトじゃないと嫌ですっていう人たちとぜひお会いして話を聞いてみたいですね。いやー美味しいな。でもなんかねこの遠目に眺めたいちょっと変わった人っていう感じなんだなっていうのを今回実感いたしました。ポテティではないですけどね、あんまり、でもすごく魅力的なんじゃないかなと思いますね。絶対クラスの中心にはいかないけど妙に気になるあいつです。あのビスケットとかもね、何なんだろうっていう、何なんだろうよくわかんないけどめっちゃうまいなみたいな感じで、はい、美味しさを感じております。そして最後いきましょうか。エントリーナンバー8番、サブウェイのコロコロポテトオリジナル210円です。はい、1990年の発売以来長く愛されてきたオーブンポテトが20年という節目を迎えるにあたり、野菜にこだわるサブウェイが心を込めて開発した新コンセプトのポテトに2018年4月からリニューアル。というわけでサブウェイのコロコロポテトなんですけれどもね、もはやあの揚げポテトじゃなくてオーブンポテトなんですけれども、ちょっと外せないなということで来ていただきました。三角の袋に入っていてとても可愛いです。アートディレクションが効いております。いただきます。おお、すんごい一かけらが大きい。わあ美味しそう。いただきます。うんうん、これはフレンチネスバーガーと双璧をなすポテティですね。めちゃくちゃ芋の味がしすぎてなんなら甘いです。うまい。あ、これ結構好きかも。いやのこれ好きです。正直ですね、私2018年まで発売しておられたオーブンポテトすごく好きだったんですよ。あのちょっとむけそうでむけない日焼けの皮みたいな曖昧な衣の存在感が絶妙でですね、私あれ食べるの好きで、ちょっと正直残念だなと思ってて、コロコロポテトになってから食べたことなかったんですけど、今回リニューアルされたものをいただきましたところ、めちゃめちゃうまいですね。これ今日一の発見かも。もう一回食べよう。あの皮もついてるしね、うん、これあのちょっといい感じのおしゃれなビストロとかで出てくるフライドポテトとかに近い、なんかファストフードっていうよりはあのおしゃれなちょっとあの美容ワインとかグラスから飲めますみたいなところでさらっと出てくるフライドポテト的な美味しさですね。いや思いがけないところからサブウェイが私のことを殴ってきましたね。これは恋に落ちそうな予感がすごいんですけれども。というわけで、細と太の8種類全8種のファストフード店のフライドポテトとの面談をしてきたわけなんですけれども、それぞれのね個性ある生き様をかいつままぜていただきましてめちゃくちゃ面白かったんですが、ベストオブポテト決定したいと思うんですが、ちょっと決定するにあたりいろんな条件が見えてきたのでまずそれを申し上げたいと思います。話が長いやつですいません、フライドポテトですからね、まず、フライドであること、その揚げっていう技法ならではのカリッと感とふわっと感があるのかっていうのはやっぱ重要だなって思いました。やっぱベイクドとかオーブンとかそういうことじゃなくてフライドだからこその美味しさってなんだろうっていうところはやっぱ欠かせないなと。で次にあのポテトであること、つまり私が何度もポテティという言葉を申し上げていたんですけれども、芋の味はちゃんと生きているのか、ポテトの味はするのかというところですね。それ非常に重要ですね。それからもう一つ、フライドポテトであること、やっぱりこれはね揚げ芋ではなく確固たるフライドポテトのイメージ世界観、つまり私の中の基準で言えばジャンク&スナックな精神みたいなものが貫かれているかっていうのがやっぱ大事だなと思いまして、でそう考えるとですね、栄えあるベストオブフライドポテト私は今回
こちらの方に差し上げたいと思います。ロッテリアのフライドポテトさんです。ありがとうございます。ロッテリアさんが私の方を見てすごいニコニコしながら会釈してます。ちょっと恥ずかしそうです。先ほどの基準で申し上げますと、やっぱり太くて食べ応えがあるフライドポテトっていうのは私の基準で言うと、厳しいかなと。やっぱりジャンク&スナックの精神っていうところの王道ではないかなと。スピード感も鈍りますしね、喉にも詰まりますしね、すぐに胃も満たされちゃいますからね。いくら食べても食べても手が止まらないっていうポテトならではの飢餓感とか熱狂みたいなものが宿りづらいポテトっていうのはやっぱりちょっとフライドポテトの王者とは言い難いのかなというふうに思いますね。そう考えるとやっぱり細ポテトの中から選んでいきたいということになるんですけれども、なおかつちゃんと芋の味がするのかっていうところですね。やっぱりファーストキッチンはフレーバーでイケイケどんどんですし、バーガーキングはもうチーズかけたりソースかけたりすごいことになってますし、マックはですね、もうマックっていう俺を全身全霊で行き過ぎておりますのでですね、そう考えるとまさかのロッテリアのフレンチフライポテトなのではないかと思っております。やっぱり素晴らしかったね。こうフレーバーパウダーで食べるフルポテっていう存在がかえってノーマルなポテトの味をシンプルに保つという奇跡を生んでくれているという、それで芋の味を存分に味わえる、なおかつ揚げ感や細さはしっかりジャンクの魂、これこそ間違いなくベストオブフライドポテトなんじゃないでしょうか。はい、味な副音声ボイスオブフード、はい、今回ベストオブフライドポテトということで8社のフライドポテトさんとね一気に出会い直したわけなんですけれども、これめちゃめちゃ楽しかった。なんか全部美味しかったし全部嬉しかった。みんな全員違うの、全部違う個性で全部違う生き様で私に向き合ってくれていて、もう今胃袋の中相当喧嘩状態になってるような、殴り合いになってるような気がするんですけれども、いや本当に楽しかったですね。フライドポテトぜひ皆さんも気軽に手に入ると思うのでやってみてほしいし、これ今度ポテトチップスのランとかもやりたいね。私ポテトチップスもね結構小池屋さんだとかカルビーさんだとかね、ナビスコさんとかね、いろいろある中でまたそれぞれの良さがあったりするので、今度のゲームはポテトチップスで冬あたりとかどうでしょうか。はい、というわけで平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。